基本位の成り立ちって話になりますね。はい広く言うと。あのー、まあ、メートの歴史とかって、多分今日ね、あのご参加いただいてる方の、もしかしたら2、3割ぐらいの方はね、聞いたことあるよってい方いると思います、うん。なんですけれども、まあ、ちょっとね、あのひとまとめでちょっとお話をしていこうかなと思っておりますので、はいあのぜひね、あの軽く聞いていただけたらと思っております。うん 昔ってねあの僕たちね人間はねやっぱりこう何か基準があることっていうのがすごく大事なねやっぱところでやっぱその基準がないとやっぱこう不平等になってしまったりとかうんねうまく お互いでででね、あの会話が成立しななかったりすするわけですよ。なので共通見解共通認識っていうのをまあ増やしていくことで関係がどんどん、ね、あの深まっていくっていうのはありますけれどもやっぱり昔の、ね、人々もやっぱどういうふうに共通の見解共通の基準ってを作るかっていうのをいろいろ試行錯誤してたわけですよねでその中でまあ長さっていうところに関しても一つねその基準を作るっていうことが行われていました でえー、もちろん長さ以外にもいろんな、えー、基準があったりもするんですけども、まあ、例えば本当にねはるか昔、えー、遡ってみるともう数万年単位ですかね、はい、2万年ぐらい前から長さに関しての言及がなされているものがなんからしきものってのが見つかっていると言われているんですよ、うん、そう本当にかなり古い時代からねあの長さっていうものが、えー、使われておりましたで、えー、とそれが、まあ、どういうふうなところに残っていたかっていうといわゆるこう 住居ですね、あの住まいの中に何かこう長さを測った形跡みたいなのが残っ,た残っていたっていうふうに言われていて、うん、なんかそういうふうなところに、えー、実は長さの基準っていうのがもうすでにありました。でまあえーっと その基準がなきゃできないものの話としてピラミッドっていうのがもう挙げられますよね。ピラミッドなんて絶対長さ測ってなきゃあんな綺麗なな建物できるわけないですから、まあ、どういうふうな単位が使われていたかわかんないですよ。なんですけどもピラミッド、ね、は一、えーまあ、つの長さの単位が使われていました。 でえー、とそこで、えー、生まれた単位っていうのがいくつかありまして、まあ、その話を、ねえー、と最初にちょっとしていこうかなと思うんですけれども、あの今まさに、えー、出ておりますけれども、えー、そ,うそうそうそう、エジプト王様の肘っていうね、これですね、この肘から、えー、指、中指の先までのこの長さをキュビットというふうな長さとして、えー、生まれたのが、ね、歴史で残って名前が残っている最古の長さの単位になっています、キュビット。ね で、えー、っと、ぐ、えー、っと、名前を忘れてしまいました。えー、っと、グデやさんですね。はい。グデやさんっていう方が、えー、長さの、えー、っと、その時の、えー、なんか歴史に残ってる名前として最古の方らしいんですけども、いわゆる玉座にこう座ってね、あの、こうやって肘をかけてるわけですよね。で、この状態で長さを測って、この長さをね、1キュビットとして、えー、それを基準として使われていたと。 まあなのでこれ面白くって昔の人たちってまあいわゆる王様が変わるたびにキュビットの単位がねどん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 ,どん,どん変わったわけですよ。これもうね今考えるとめちゃくちゃ不便ですよねただねあのやっぱり何かっていうとやっぱ基準を作ってる人たちっていうのがいわゆるこうこの階層ね階層の中でトップであるっていうところ。 やっぱこれがやっぱ権威の一つでであるんですよね。私が基準で全てを作り直すんだっていうふうなところをやっぱりその人の、えー、といわゆる権威の強さとしてやっていたんで、まあ、あの王様が変わるたびに、ね、長さの基準が変わっていたというふうに言われています。 まあなのでね、あの長さの基準があったって言っても、地方、地方で変わってるわけですよ。結局、台が変わって、新しいキュビットの長さができたとしても、その古いキュビットを使っている、古い長さを使っている地方があって、それがね、こう浸透していくまでに時間があるわけですから、なかなかそう、そうすぐにはすべての地域で同じ長さの単位がね浸透するってことはなかったわけですよ。そうなんです。だるいわけですよね。はい。まさにその通りでございます。で、そんな中でですね、じゃあ、うん。 すぐそののの長さの共通の単位を作もうかれこれですねもうしばらくの間あの長さの基準っていうのが生まれませんでした、うんまあ、いろんなねあの単位は生まれていったんですけれどもただ結局あの1800年代直前になるまで実は、えー、長さの単位っていうのが生まれていきませんでした <laughs> 彼女のと別れたらスマホの履歴全部消すみたいな <laughs>。そうですね。<laughs> 王が変わったら、えー、長さの単位が全て変わるみたいな、えー。昔の王様よりも俺の方が権力があるぞと。うーん、完全には一致はしないですかね。<laughs> でも、いい例えかもしれないですね。と、はい、いうことで、えー、実際に単位ができたのって、えー、1793年頃からかな。 はいにえー、メートルってていいうう単位が、えー、作られようとししきました、はい、で、えー、とその時にですね、まあ、細かいところは、えー、省きますけれどもいわゆる、えー、地球の大きさを基準にしようとしたわけですよ。はい、何をしようとしたかっていうとこの地球があって北極から赤道までの、ねはい、ここの距離ねここねこの距離を、ね、測ろうとしたわけですよ。 でこの距離を測ろうとしたわけですけどもさすがに海の上を、ね、あの走るというか移動して測るというのは難しかったんである程度狭い,、えー、狭い区間です、ね、を、えー、いわゆる測ってでそれで長さを調べたというのがあります。 でフランスの方が測っていたんですけども、フランスからスペインまでのある距離をね、こう山を越えながら、えー、測り続けて、で、えー、一定のねここ、ここ、ある距離からある距離までを測って、ここが、いわゆる地球でいうと、えー、軽度、緯度的に何度ぐらい離れているから、これを何倍すれば、えー、ちょうどね、4分の1地球一周の四分の一が長さになるんだな、っていうのをね、えー、算出しました。はい。そう。 で、えっ、ー、と、これによってね、ね、えー、ここが1万キロメートルかなですね。はい。と、えー、設定して、えー、っとですね、だからいわゆる1000万メートルですね。1000万メートル。一千万メートルと、えー、1000万メートルとして、これが1万キロメートルですね。 1> 1万キロメートル。はい。として、ねえー、この、ね、長さの1000万分の1の長さというのを、えー、1メートルとしたんですよ。はい。で、これが、えー、といわゆる1970年、えー、1790何年から1800年ぐらいにかけての期間なんですね。はい。数年間の期間なんですけれども、実はこれで、えー、測った長さが どれだけ正確かっていうのがあの実は分かる方法があってそう今コメントをいただきましたけれどもあの地球一周っていくらかって皆さん調べたことありますか結構ですね面白いんですよなんかこうまるでなんでしょう,、ね、こう作られたかのような仕組まれたかのような結構きれいな長さになっておりましてそれがね大体4万と 90何メートルかだった気がするんですよ。確か。4万96とか5とか確か。どうだったかなうん。だと思うんですね。はい。ちょっともし調べていただければわかると思うんですけども、実際、つまりどういうことかっていうと、誤差がね、あの、このフランスからとスペインの間、 だったかなの間を、えー、と測って、で、えー、とその距離でだいたいこの、えー、地球の4分の1の長さを1000万メートルとして、それの1000万分の1っていうのを1メートルとしたんですけれども、実際に今改めて測ってみても、ほぼ地球一周の長さってね、ねつまりこれ1000万メートルなわけだから、この4倍が一周の長さけわけですよね。4000万メートルとしたわけですよ。そう 4000万メートルとし,たして、で、改めてちゃんと精密に測っても、4万90いくつかしかなってないわけで、めちゃめちゃ当時の人って、誤差ほぼなしで測ったって思うと、測量の技術、めっちゃすごいですよね。はい。そうなんですよ。あ北極と南極を取ったとき、4万9キロメートル。うおー、すげーほぼ誤差ないですよね。すごいですね。うん。 だそうです誤差0.00.000.00 00なんちゃらぐらいですよね誤差が。ぐらいの精度で、えー、フランスの、ね、方は測ったんですよ。現代はどうやって測ってるんでしょうねっていうのは確かにちょっとね僕もわからないですね、うんはいまあ。っていうのがあって実は1800年ぐらいにメートルっていう基準が生まれました。 で生まれたんですけれども、そのメートルの基準っていうものがね、あのすぐ浸透したかっていうと、全然そんなことなくって、そこから100年ぐらいかかったんですよ。だたい1900年手前ぐらい、1890年ぐらいですね、に、えー、土壌高層会ですね、はい、いつもいい紙そうになるんですけども、あの国際的な土壌高層会っていうのが行われて、<laughs> その時に初、えー、めて、 メートルっていうのを世界統一の記号と、長さの記号としようっていうふうになったんです。はい。で、えー、あそうですね。だから、まあ、フランスが実はこのメートルとかの基準を、えー、発表していこうとか、まあ、浸透させていこうとしてるから、えー、とフランス語の言い方なんですね。が、えー、SI っていう頭文字を取ってるってことなんですね。そこにつながりますね、確かに。はい。なので、SI 単位形というふうに呼ばれていると。 いいうお話でございます、はい、おさっきの話とつながりますね。いいですね、はい。という感じでメートルの基準が決まりました。で、そこからいろんな単位が決まっていくわけですよ。はい、で、今は、えー、基準は変わっているんですけども、実はメートルを基準に使われて作られていった単位っていうのが結構あるんですね。はい、それが実は、えー、キログラムとか、リットルとか、えー、いわゆる、 えっと、あと、いるか、キログラムとかリットルですね。はい。っていうのが、実際に、えー、これによって生まれました。はい。どういうふうに生まれていったかというと、えー、っとですね、これを見せた方がいいですね。ちょっと本当は入れ物がどっかにあったんですけども、ちょっと入れ物が見つからなくてですね、あのこちらをちょっとお見せしようと思うんですけども、これ、一辺が10センチメートルなんですよ。 で、一辺が1 0トルの、えっ、ー、と、ちょっとこれ、立方体なんですけども、これを使って、他の単位ってのを作っていきました。はい。何かというと、一辺がね、1 0トル、うん、一辺が1 0トルの立方体に、水を入れたとき、そうです、水を入れたときに、その水の量を1。 リリットルです、ねはい、1リットトルルでですす。ね、これあの、いわゆる牛乳パックの重さですね。はい、1リットルとして、でその、えー、重さを 1, グラム1キログラムとしたんですよ、はい。そうです。1キログラムです。と、はい、いうのが、実は、ね、基準として、ね、なっております。でちなみに、えーっと、正確に言うと、0度の時だったかな。0度1気圧の時ですね。 はい、0度1気圧の時の水です、はい。なんです。なので、実は、えー、長さの単位を基準に、まあ、温度は、えーとまあ、ちょっとそこで、凍、え、る、ー、か凍らないかの境目のところですよね、うん。のところで、気圧がない時の重さを 1kg として、ね、えーまあ、1リットルとしてみたいな感じで、実は重さの単位と長さの単位って関連してたんですよ。 4度だったのかなちょっとすみません。僕もあの怪しいです。でも多分4度である人はないと思う。多分ゼ度だったと思います。僕の勘違いだったらすみません。うん。なんか僕の記憶ではゼ度だった記憶があります。間違ってたら、えー、そこはご愛嬌ください。4度の可能性もあり得ますが。はい。で、シリットルじゃないですよ。はい、リットルです。はい。 で実際に、まあ、この話が、えーとまあ、ちょっと細かいところは省略しますけれどもあの昔の、ね、単位っていうのは今みたいに、えー、長さの単位を基準に重さを作っていたんですよこれって、まあ、便利なようでちょっと不便だったんですよね、はい、でこれは実際に今の、えー、と単位の基準にもなってるんですけれども、あのー、そうなんです、あのー、実際ですねあの、えーとなんだ 何を言おうとしたんだっけ、えー、実際にその長さの基準っていうのと今重さの基準っていうのは変わってるんですよね。うん、そうこれ独立してないと結構不便だったりするっていうのがあってあの本当に重さの単位とかって2020年ぐらいですか、うん、本当最近ですねあの基準が変わったんですよ。 まあ非常に難しいあの、プランク定数がどうのこうのみたいな話ですね。僕もちょっとちゃんと理解してないんですけども、あの、キログラムの基準っていうのが、あの、長さから独立しました。はい。あ、ちなみにその前はですね、キログラム元気って言われるですね、あの、その形のものを使ってね、やっています。あ、4度っていう、あ、じゃあ4度、ん ?4 度、4度がそうなのかなじゃあ4度が正しいのかもしれないですね。はいはいはい。あ、じゃあ4度が正しいです。 はい、ありがとうございます。皆さんからの情報ありがとうございます。だそうです。4度の、えー、水で、えー、立方体、えー、10センチ ×10 センチの立方体を作って、それで、えー、それを1キログラムとしたそうです。はい。という感じでね、あのいろんな、えー、なんか単位っていうのがつながったんですけれども、はい。えー、っと今は結構独立してるよっていう話をちょっとさせていただきました。えー、っとあ、コメントがえー、っと高田先生から補足。1975年のえー、っと 大気圧下の通り氷の溶けつつある温度の水となっていたが、えー、と水の体積は温度に依存するため、えー、最大密度における質量と定義された。あじゃあ、2人とも合っているっていうか、皆さんと僕のもある意味合ってるんですね。なんかそう、最初の方はは0度だったんですけども、それの後にすぐ再定義されたっていうのが正しいそうです。はい。なので、4度になったというところですね。はいはいはい。なるほど、ありがとうございます。補足いただいて。 うん、な,んかなるべく、ね、正確な情報をお届けできればいいかなというので、はい、皆さん、ご協力いただきながら、はい、やりました、ありがとうございます。